構やしません。金田じゃ名誉に思ってきっと吹聴していますよ。まさか。とにかくかわいそうですよ。そんなことをするのが悪いとしても、あんなに心配させちゃ、若い男一人殺してしまいますよ。ありゃ頭は大きいが、人相はそんなに悪くありません。鼻なんかピクピクさせてかわいいです。君もだいぶ名店見たように、のんきなこと言うね。何、これが時代主張です。先生はあまり昔風だから何でも難しく解釈なさるんです。しかし愚じゃないか。知りもしないところへいたずらに演習を送るなんて。まるで常識を変えているじゃないか。いたずらは大概常識を変えていますさ。すぐっておやんなさい。くどくになりますよ。あの様子じゃ華厳の滝へ出かけますよ。そうだな。そうなさい。もっと大きな、もっと分別のある王蔵どもがそれどころじゃない。悪いいたずらをして知らん顔をしてますよ。あんな子を対抗させるくらいなら、そんな奴らを片っ端から放逐でもしなくちゃ不公平でさん。それもそうだね。それでどうです?上野へ虎の鳴き声を聞きに行くのは。虎かい。ええ、聞きに行きましょう。実は、二三日うちに、ちょっと帰国しなければならないことができましたから。当分どこへもお供はできませんから、今日はぜひ一緒に散歩をしようと思ってきたんです。そうか、帰るのかい。用事でもあるのかい。ええ、ちょっと用事ができたんです。ともかくも出ようじゃありませんか。そう。それじゃあ出ようか。さあ行きましょう。今日は私が晩餐をおごりますから。それから運動をして上野へ行くとちょうどいい次元です。としきりに促すものだから。主人もその気になって一緒に出かけて行った。あとでは細君と幸恵さんが遠慮のない声でゲラゲラケラケラカラカラと笑っていた。そりゃそうと、寛月君。近頃でもやっぱり学校へ行って玉ばかり磨いているのかね。と、明帝先生はしばらくして和刀を転じた。いえ、この間うちから国へ帰省していたもんですから。暫時中止の姿です。玉ももう飽きましたから、実はよそうかと思ってるんです。だって、玉が磨けないと博士にはなれんぜ。と主人は少しく眉を潜めたが、本人は存外気楽で。博士ですか?えへへへへ。博士ならもうならなくてもいいんです。でも結婚が伸びて双方困るだろう。結婚って誰の結婚です?君のさ。私が誰と結婚するんです?金田の令嬢さ。へえ、へえって、あれほど約束があるじゃないか。約束なんかありゃしません。そんなことを言いふらすな、向こうの勝手です。こいつは少し乱暴だ。ねえ、メーデ、君もあの一件は知ってるだろう。あの一件た、花事件かい?あの事件なら、君と僕が知ってるばかりじゃない。公然の秘密として天下一般に知れ渡っている。現に満潮などでは、花婿花嫁という表題で、亮君の写真を市場に掲げるの絵はいつだろう、いつだろうって、うるさく僕のところへ聞きに来るくらいだ。東風君などは、すでに円王家という一大長編を作って、3ヶ月前から待ってるんだが、寛月君が博士にならないばかりで、せっかくの傑作も宝の持ち腐れになりそうで、心配でたまらないそうだ。ねえ、東風君そうだろう。まだ心配するほど持ち扱ってはいませんが。とにかく満腹の同情を込めた作を公にするつもりです。
それ見たまえ。君が博士になるかならないかで、四方八方へ飛んだ影響が及んでくるよ。少ししっかりして玉を磨いてくれたまえ。へへへへ、いろいろご心配をかけてすみませんが、もう博士にはならないでもいいんです。なぜ？なぜって私にはもうれっきとした女房があるんです。いや、これは偉い。いつの間に秘密結婚をやったのかね。油断のならない世の中だ。くしゃみさん、ただいまお聞き及びの通り、寛月君はすでに妻子があるんだとさ。子供はまだですよ。そう結婚して一月も経たないうちに子供が生まれちゃうことでさ。元来いつどこで結婚したんだと主人は余震判事見たような質問をかける。